まずはともみちゃんとくみちゃんが大好きなお父さんに手紙を書いてくれました。読んでくれます。お父様へ、今日は断髪の5周年おめでとうございます。待ちに待った断髪式ができて本当に良かったです。お父様が力士を引退したのは私が幼稚園の年長組の時でした。お父様の取り組みを毎日テレビでお母様と妹と弟と応援して家事とみんなで大喜びしました。勝っても負けても国技館に車でお迎えに行きました。夕方少し暗くなった空の下の国技館はとても綺麗に見えました。晩ご飯はお母様がお父様のために作った料理がテーブルいっぱいに並んでいました。大阪の春場所の時は西宮のお家で作った料理を車で宿舎に運んでいました。お父様はたくさん食べていましたね。引退してすぐお父様は車の免許を取り、いろいろなところにドライブで連れて行ってくれるようになりました。私はお父様と車の中でお歌を歌うのが大好きです。しばらくしてコロナウイルスが流行りだし、お父様はずっとお家にいるようになりました。フラフープや段ボールを使ってお父様の手作りアスレチックでお家の中で遊んだことがとても楽しかったです。晩ご飯は家族みんなで作ってカレーやシチューの日もあります。私は家族全員で過ごせてとても嬉しかったです。大学院の勉強を頑張っていてすごいなと思いました。これからは親方ですね。新しいお部屋とお家ができるのを楽しみにしています。私はお父様を見習って一生懸命取り組めることを見つけられるように頑張ります。今日はおめでとうございました。令和4年5月29日杉の森ともみ。どうぞ皆様、今一度この後新しい部屋